男女のマークのウーマンの記号は韓国語のウーと似ています。ワイングラスとオレンジが韓国語の O に似ています。死にかけてる人が出すような音。うです。こんな時にはあと声が出ます。この4つの文字自分で読んでみましょう。こっちの文字には一つの線がもっとついています。あ、や、あ、や、お、よ、お、よ、う、ゆ、う、ゆ、や、や、や、よ、よ、よ、ゆ、ゆ、ゆ、です。これは日です。この文字は H の音です。そうなので、この文字はへと読みます。へは韓国語で日。日の意味です。へ、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 です。フィルムの英語の発音はフィルムですね。でも韓国人の耳に P と F は同じように聞こえるんです。そのため P と F の音はこの文字で書けられます。C は韓国語で P と言われます。